はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、最近暑くなりましてですね、暑くなったから何を飲むかというと、もうペットボトル飲料系をね、ちょこちょこ飲んでおりまして、でこれから夏ね、いくら冷えたペットボトルをさ、こう持ってってもすぐねぬるくなるというか、夏であればあるほどもう1時間後にはぬるいぞという感じじゃないですか。いやもうほんと出かける時とかもうちょっと持ってきたいのにクーラー持ってくのめんどくさいなというので、結構クーラーを使ってるのよ。ペットボトルをぬくもらないように冷やすためにちっちゃいクーラーのをね保冷剤入れて持っていけば、もう当然ね入れておけばぬくくはならないんでね。でもそれめんどくさいじゃないですか。なのでなんかないかなと思って去年検索してて、去年の秋頃かなんかにパッと見つけたのがあったんですけども、秋だったからもう買わなかったんですよ。で今年買いました。こちら、メーカーはアトラスかな。これ他にもいろいろあったんですよ。いろいろ種類的にというかメーカー的にもねあったんですけども、去年のその見た時にこのアトラスっていうメーカーが結構売れてたんですよ。で、今回アトラスを買いましたと。価格もこういう系の中では安い方ですね。で、名前的にはボトルインボトルという名前です。でこんな感じではペットボトル専用なんで、ペットボトルでいうと500から 650ml 対応ですよと。でこれね、アトラスってなんかね種類がね、この蓋の部分の種類がね、ちょっと後で説明しますけど、ここの取っ手の部分がちょっと違う。蓋っていうよりは取っ手が違うっていう感じです。早速開封してみましょう。はい、こんな感じで本当ね、いろいろ種類ある中の一つです。アトラスね、この取っ手の部分が何種類あったかな、なんか3つぐらいあったのよ、この取っ手の部分がね。その中の一つですね。ちょっと出しにくい。はい、こんな感じです。特に説明することはないというか、水筒のペットボトルを入れるだけじゃないかな、多分。こうネジ式になってて、こういう感じ。普通の真空ね、タンブラーあるじゃないですか、タンブラー。真空断熱材を使うタンブラーでしょ。タンブラーの状態、これね。それにペットボトルの部分をこうグッと押さえて、キャップをそのまま回せますよと。メーカーによってはこの蓋間だったのが確かあった気がする、どっかに。いろいろ悩んで、価格的にもなんかこれがちょうどいいかな。あと取っ手で、こういう風に取っ手があるので、これも形が違う。これはね、何タイプだったっけ。これが E タイプっていうやつなの。E タイプはこれね、こっから紐になってるやつもある。これじゃなくて、なんかストラップ、カメラのストラップとかスマホとかのストラップ的なこう紐タイプというか、ストラップになってるやつと、もう一個はこういうここはこう、プラスチックで成形されて折りたためないやつがあるっていう感じかな。これはこう折りたたみのやつね。こうやって持てるし、いらない時はこうやって畳んでおけば邪魔にならないっていう、これが自分の中では一番良さそうだなと思って、この3つの中ではこれを買いました。でこれ色的には新色っぽい。Amazon で見たらね、まだ Amazon で登録されて百何十日とかだったと思います。でこれ発売されて、ちなみに 3年前だったかな。黒色かなんかは3年前だったね、Amazon 登録が。これの黒が2021年5月25日。ちなみにこの黒色は Amazon の今水筒マグボトル用アクセサリーとしては、売り上げというかベストセラー第2位です。このカラーはもうちょっと下ね、もうちょっと下ですけど、これの黒色のこのタイプ、この E タイプが2位なんですよ。個人的には新しいカラーが欲しかったんでね、この青色というか水色っぽいやつにしました。はい、で今日はですね、これ実際にね使ってみて、このなんていうか水温がどれぐらい保たれるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。ついでながらね、あんまり持たなかったら意味ないなというので、メーカーによってこう、レビューを見てる限りなんですけども、そんなに保冷力的にはなんかそんな変わんないっぽい。一番のレビュー評価の分かれ目がここなのよ。ここのペットボトルの部分がグッとある程度押し付けないと、キャップを外すときにペットボトルごと一緒に回って、こうなんていうのかな、キャップが回しにくいっていうレビューが他のブランドだとあったんですよ。アトラスはそれがなかったんで、最終的なところで言うとそこで自分判断して購入しました。はい、ということで、早速ちょっとね、検証用にペットボトル2本をね今冷蔵庫に入れて3日ぐらい丸々3日昨日一昨日撮影しようかなと思ってたんですけども、今日で丸々3日ですね。丸々3日冷蔵庫に入れてるペットボトルがあるので、ちょっとそれを持ってきて温度で温度測るこのなんだろう水温計じゃないけどこれがあるので、これで温度見ながらどれぐらいのこう差が出てくるのか検証していきたいと思います。実験するペットボトルはこちらの2本でございます。今冷蔵庫から出したばっかりです。こう分かるかな、今出してきたばっかり、出してきて今本当は30秒ぐらいです。30秒40秒ぐらいじゃないかな。もう今すぐ出してきて取ってるんでね。でこのペットボトルの大元ね、こちらです。ジョージアのザ・ラテというやつですね。最近ハマって飲んでるんですけども、ここにジョージアって書いてます。ジョージアね、見えるかな、ジョージアって書いてます。これのペットボトルを、に水入れてね、3日間冷やしておいたやつでございます。で今室温ね、室温が机の端っこの方に今仮に置いてますけど、30度ぐらいかな、 30.5 度ぐらい、湿度は 68%、 こういう環境でちょっと検証していきたいと思います。まずペットボトルの温度をね、先ほどのこのなんていうか温度計で測っていきたいと思います。一応ね両方測ります。両方同じ場所に置いてあったけど誤差はないと思うけどね、はい、これね、こういうやつです。これアクアリウムとかで水温を測るときに使ってたんで結構長いんですよね。長いね長い、とりあえずちょっとどう言ったらいいのかな、30秒ぐらいで出るのかな。で温度を見てみましょう。ドゥ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 っと、ここが0度ね。0あちょっと真ん中ずれてるか、0度か1234度、4度ですね。今このペットボトルの温度は4度でございます。はい、ということで、もう一個のね、もう一個の方も一応測ってみます。変わんないと思うけどね。混ぜしてドゥ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 っと、はい、3度に見える 3度に見えない、3度じゃね、3度だよね、あれあれちょっとズームしてるんで分かりづらいと思うんですけど、こっち今1本目の方ね、1本目の方なんかこっち 4度、4度じゃない、4度、うん、4度っぽいよね。はい、ということで今ちょっと見えるかな、今2本目の方ね、2本目の方いきます。ドゥ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 っと、何度 ?3.5 度ぐらいかな、そんな感じに見えますね。細かいこと言うと 0.2 度ぐらいこっちのは低い、 3.8 度ぐらいだったね。でこっちが4度ぐらいと、4度スタートにしましょうとりあえずね。はい、ちなみにこれ中身は 水道水です。普通の水道水でございます。キャップをまず閉じまして、実際ね買ったらコンビニで買ってもすぐねこの中に入れるわけじゃないじゃないですか。お店の中でね、お店から出て車の中で入れるぐらいなんで、だからコンビニのやつって多分あとね4度もないと思う。もっとね6度7度ぐらいじゃないかな。これ開くんだ、冷蔵庫の奥の方に入れてあって、しかも3日間ぐらいがっつり冷やしてたからこんな感じですけどね。早速このアトラスのこっちを使って検証していきましょう。どうなるんでしょうね。どちらか、ややこっち 0.2 度ぐらい高かったこっち入れましょうか。こんな感じ、やや余裕があるって感じかな。がっつりこの真空パネルの、真空っていうかこのタンブラーの外側に全部ついてるわけじゃない、こう分かる隙間がちょっとあるんですよ。大体ぴったりぐらいかな。一応650までいけるから、多分その650に合わせて作ってるんだと思います。でこうやってあとは蓋を閉めると、で回せば完成といった感じですね。うん、がっつり回したけど、これ上回るけどね飲むとき飲みづらくない？こういうやつなの？こういうやつ？蓋開かなくはないけど、今これ初めて使ってるから分かんないんだよ。こう今回ってるけど、これ下にこう押し付けてね、下に押し付けて回せば回るけど、なんだろうなもうすぐこう蓋がガツッと閉まるかと思ったらちょっと違うんだね。とりあえず4度4度スタートね。4度4度と4度です。4度で、これから1時間2時間おきぐらいでいいかな、で見ていこうと思います。部屋の室温も多分30度になったままで多分変わんないと思うんで、これで定期的にその2時間おきに水温を見ていきたいと思います。ということでスタートということでスタートスタートですこれで約2時間おきぐらいに、ちゃんと確実に見ていきたいと思います。どうなるかですよね。2時間経ってどれぐらいの差が出てくるのか。とりあえず4度4度スタートね。それだけはちょっと忘れないようにしとかないとというところです。ペットボトルはもう一回言いますけど、これね、これを使ってます。はい、ということで約2時間後にワープ、現在2時間4分経過しております。部屋の気温は30度はギリ切ってるかな、 29.5 度ぐらい、湿度は 65% ぐらいですね。というわけで早速見ていきたいと思いますけど、もう見てる通り汗かきまくって、どうだろう、もうぬるいっすねぬるいです。まあ、室温30度だとさすがにそんなもんか、もうなんか冷たいって感じが全然ないですね。ということで入れていきましょう。どんぐらいになりますかね。もう汗もだいぶこう流れてる感じがありますもんね。はい、ちょっとしばらく混ぜて、すぐには出ないんでね、デジタルじゃないんで、すぐには出ないんで、ちょっとこう混ぜ混ぜしてるっていう感じです。ではいきましょうか。ズームをいっぱいにしまして、現在の温度ドドンと22度 ?21、22度ですね。22度。部屋の室温が30度に対して2時間でもうすでに22度になっております。自分の中でもちょっと想像以上に上がって、まあ、触った時点でもう冷たいなっていう感覚はなかったんでね。まあ、こんなもんかっていう感じですね。はい、そしてこっち。これ開け方のコツはちょっといまいちなんだけど、こうちょっと押し付けてね、押し付けて開けるとって感じ。なんか今までほんと10割っていうのかな、ガツッて閉めてたんだけど、まあ、8割でも実際水は出ないと思うんでね、まあ、ちょっとなんかちょっと慣れないってだけですけどね。はい、2時間後で20度。じゃあこちらはじゃあ何度かというのをちょっと気になりますよね。ちょっとね、こう外から触れないんでね、断熱なんで全然わかんないんですよ自分ほんとね、これ気になって2時間で何度になってるか。はい、混ぜました。いきましょう。ズームをいっぱいにかけまして、いきますよ。いきますよ。せーの。どど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 ど。何度 ?9 度ぐらい。ちょっとね、今、霜を落としたんだけど、10度ぐらいですね。10度。これはもう結構な差が出たんじゃない？ちょうど10度で合ってますよね。2時間後で4度が10度に、なりました。10度だったらまだ冷たいよね。クーラーボックスの中がだいたいまあ、10度ぐらいに保たれるって考えると、2時間ぐらいだとまだクーラーボックスに入ってるぐらいのっていう感じです。冷蔵庫で冷たいんで、冷蔵庫でだいたい2度3度4度ぐらいなんですよ、冷蔵庫の中っていうのはね。だから冷蔵庫に出した時に比べれば、まあちょっと多少ないとも上がってるけど、まだクーラーボックスの入ってる中っていうのは、まあ、氷水じゃない、保冷剤ぐらいだね、保冷剤ぐらいのクーラーボックスの中っていう感じなので、今2時間経過した上で言うと、もうすでに差が出てるという感じですね。もう楽しみです。もう楽しみ。ということで、続いて4時間後を見ていきたいと思います。はい。ということで、開始して4時間が経過いたしました。少しだけ室温が下がって、まあ、28度ぐらいかな、になっております。28.1 度とか2度とかぐらいですね。湿度も 63% ぐらいと、ややどちらも気温も室温も、気温というか、室温と、湿度か。が下がっておりますね。ペットボトルですけども、もうこの肌感で置いたまんまのやつは見ての通り、もう何にも、もう汗も何もかいてない。下に置いてるこう水気すらもちょっと見えにくいけど、もうなんていうか、半分ぐらい乾いてると、そういった感じでございます。ということで測っていきましょうか。測る意味がちょっとあるのかどうかわかんないんですけども、現在4時間ですね。4時間。せーの、ズズズズズっと。現在25度ですね。何にもしてない方は25度です。室温が28度なんで、もうほぼ室温のレベルになってますね。室温のレベル、室温の水温かになってますね。アトラスだったかな、アトラスのメーカーの方、やってみましょう。まだ冷えてるのかな、いや、こう今度カバーがあるから、暖かいのか冷たいのか全くわかんないんだよ。そんな感じです。ズズズズズズズっと、なんだあんま下がってないね。なんだちょっと見えにくいわ。13度ぐらいかな、13度ぐらいですね。はい、すごいですね。すごい。今現在4時間経って13度なので、まだまだ冷たいよね。まだ触って多分冷たいと思える温度ぐらいです。はい、ということで現在開始して6時間2分59、6時間3分経過いたしました。現在 26.5 度ぐらい、結構実際涼しいんですけど 26.5 度かな。で湿度は 60% ぐらいとなっております。測ってみますかこっちから、一応こっちから、室温26なんで、もう多分っていうかさっきの時点で25やったね。2時間前で25やったんで、まあ、ほとんど測る意味ないですけどね、はい、まあ、一応測る意味はないと思うんですけど、一応こっちもね、見ておきましょう。25度変わってないですね。2時間前も25度でしたけども、今も25度と、多分室温も下がったんで、多分これ以上もう上がんないかなと思います。あくまでメインはこっちですからメインはあくまでこっちなんでね。これが今現在ね、開始して6時間4度から何度になったか、冷たいから全然わかんないんだよね。なんかなんとなくここを触ると少し冷たい気がする、気のせいかな、気のせいな気がするなせーの、ズズ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 ズン、 14.5、15 度ぐらい。肉眼で見てもちなみに15度って感じですね。カメラとね、ちょっとした角度でこの赤線のほら変わっちゃう、ちょっと上向きちょっと下向きでさ、わかる、こう傾けるとこれやや変わるんだけど、まっすぐカメラとまっすぐ向けてると15、さっき13度だったですね。で15度、これであともう1回だけ測ろうかな。こっちの右のは多分変わんないよね。だってもう室温 26.5 でね、この水温25だから変わんない。こっちはだって今室温が25、まあ26度にしとこうか。26度に対して、まあ8時間、まあ、最初始めるときは29度だったんでね、まあ、開始して、まあ、約6時間経過しましたけど、4度が15度になったということで、まあ、自分で今検証している限りだと、まあ、ないよりは圧倒的に保冷力というかある感じがしますね。現在計測を開始して8時間1分30秒を経過いたしました。今回計測最後としたいと思います。まあ、8時間だと朝8時に買って入れたとして、8時だから16時か、夕方4時ですねという時間でございます。夏に、まあ、そこまで持つかわかんないですけどもというとこですね。一応こっち計測しておきます。てか今部屋の室温が、まあ、さっきとほとんど変わってないか、さっきというか2時間前とね、今室温は26度切ってる、26度ぐらいかな。真正面で見ると26度ぐらいです、ちょうど。で湿度がまあ60ちょい 61% ぐらいかなになってますね。それでは行きたいと思います。ダダダダダダっと、変わんないですね。25度です。まあ、室温26度に対して水温25なんで、もうこれ以上変わんないっていうことですね。ということで、こっちのを見ていきましょうか。冷たいのかな？いや、ほんとマジでわかんないんだよね。ということで、開始8時間後、どうなってますか？ズズズズズっと。なんのかな？16度？16度ですね。真正面から今ちょっと見たんですけども、カメラとちょっと16度ちょいぐらいだったのかな。自分が肉眼でまっすぐ見ると、ちょっと過ぎたら 16.5 度ぐらいかな。真正面で見ても 16.5 度ぐらいでした。最後なんでちょっと開けて触って確認してみたいと思います。どうでしょうね。16だったらまだ、だってエアコンの最低温度と設定して16、あれ18度ぐらいかな。あれどっちだったっけ、家が16だったかな。あ、汗かいてる、はい、こんな感じ。汗かいてますね。わかりますかね。こう水滴がついてます。ほら。で触ると、まあ、冷たいまではやっぱないか。もちろんね、こっちに比べたらこっちはもうぬるいですよ。完全に25度なんでね。でこっちは16度なんで、まだ冷えてるなーっていう感じ。最初のもちろんね、4度ほどの冷蔵庫から出したての冷たいっていう感じはないけど。まだ、まあ、冷たさが残ってるなって感じ。こう手で触るとね。まあ、これ8時間で経ってますから。だけど、まあ、言ってもですね、最初、ね、入れて2時間後で、まあ、4度が10度になっててっていうところを考えると、まあ、最初はやっぱね、これ自体がそもそも汗がだいぶ出てますけど、これ自体がやっぱりやっぱぬくもってたっていうのかな、室温のだって30度近くありましたから、30度温まった状態で4度のこれを入れれば、当然この中がね暖かいのを冷やすために多分熱がある程度取られてたんだと思う、こっちにね。だから最初こうね、水温というかこの温度がね結構上昇したんじゃないかっていうのはちょっとまあ計測中いろいろ考えてた上で思った一つですね。うん、まあ、だけどもう8時間経っても、これだって2時間後で何だったかな、20度とかだったでしょ。22度って書いてましたね、まあ、間違ってなければですけど2時間後で22度、まあ、そう比べるともうね裸で出してるのに比べれば圧倒的に保冷力あるなという感じですね。はい、まあ、あくまでも今室温が今26度ぐらいですけども、開始した時は30度近くありましたから、まあ、そんな感じです。まあ、もちろん部屋の中で日陰ではありますけど、まあ、一つの参考になるんじゃないかなと思います。もちろんね、車の中に乗せて、車内温度がね、もっと上がるような場合だと、もうちょっとね、もちろん温度もこれ上がりやすいと思います。さすがにこれもね。そうすると、だって元々のこれだともっと上がるってことですから、まあ、実際夏で飲み始めて、例えばこうね、ちょっと買い物でブラブラ何軒か寄ってると、もうすぐぬるくなりますもんね。最初冷たくても。それがある程度保てるっていう意味では、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。これね、価格が1350円だったかな。そのぐらいの価格です。で、まあ、しょっちゅうね、ペットボトルとか飲む方だったら、まあ、冷たさを保つっていう意味では、もうお手軽に持っていけるから、これ入れるだけでいいんでね。クーラーとかでももちろんいいんだけど、クーラーってわざわざ保冷剤とかまだね、クーラー出して保冷剤出して、で準備しなきゃいけないんですよ。これだったら入れるだけである程度の温度は保たれると。クーラー確かに保冷剤入れるからずっと確かに冷えてますよ。冷えてますけど、その持ち出す的なねあれで言うとめんどくさいじゃないですか。これなんなら別に車乗せっぱなしでもいいわけですから。まあ車なんか乗せっぱなしだとちょっとぬくもるんで、最初温度がちょっとあれかもしれないけど、でも2時間3時間4時間くらいで考えると、まあ入れないより入れた方がなんていうかある程度保たれるんで、個人的にはちょこちょこ飲んで冷たいのをある程度保ってくれればなっていう方にはすごいおすすめじゃないかなと思います。なんかもう一個買ってみようかな。なんかパール金属とか、あとどこだったかな、なんかいくつかベストコだったかなとか、なんかいろいろなんかメーカーいろいろあるのよ。そういうのちょっと比較検証とかも面白いかもしれないね。もう一個なんか人気なのが、なんか英語のなんかメーカーがあったんで、まあ、それとも比較とも面白いかもしれないですけども、ただそっちはね価格が結構ね、これ1300円ぐらいだけど、他がね結構2000円近かったりするのよ。1800円1900円とかねするんで、ちょっとその辺がちょっと悩みどころですかね。はい、ということで皆さんもね、これが夏ね、特に、こういうの役に立つんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。